高校2年生の頃、俺はいつも一人ぼっちだった。それには明確な理由がある。それはある事故がきっかけで、俺の顔に大きな傷があるからだ。かなり目立つその傷は、俺が不良なのではないかと印象づかせ、気づけば周りから声をかけられなくなっていた。そんなある日のこと、うちの教室に転校生がやってきた。そして、その転校生と俺には、あるつながりがあったのだ。明日からはもう、僕のことを気にしなくてもいいよ。俺の名前ははじめ。これは、俺が高校2年生の頃の話。当時の俺はいつも一人ぼっちだった。それには明確な理由がある。それは俺の顔に大きな傷があるからだ。小さい頃の事故によって左頬に大きな×印の傷ができてしまった。かなり目立つこの傷は俺が不良なのではないかと印象づかせ、周りから声をかけられなくなった。ちゃんと説明すれば理解してくれる人もいたが、俺はあえて孤独になる選択をした。それは、俺が人と付き合うことが苦手で、クラスが変わるごとに毎回説明するのが面倒だったからだ。そんな俺は、毎日のように退屈な学校生活を送っていた。そしてある日、うちの教室に転校生がやってきた。ようこです。よろしく。ようこは無表情で挨拶もそっけない。それに、どこか高圧的で、俺は彼女のことが少し怖かった。担任の先生の話では、ようこは10年前までこの町に住んでいたらしい。両親の仕事の都合で、この町に戻ってきたようなのだが、俺は彼女に全く身に覚えがなかった。おそらく一度も話したことがないんだろうなぁと思っていると、不意に陽子と目が合った。おいおい、ちょっと待ってよ。あの子、俺のこと睨んでないか？怖えよ。俺は陽子の視線に圧倒されていた。しかも不運なことに、陽子は俺の隣の席になってしまったのだ。俺は少しでも仲良くなるために、勇気を振り絞り声をかけてみる。僕の名前ははじめ。よろしく。すると陽子は、俺を一瞬だけ見て、すぐに前を向いた。その後、陽子は隣の席の俺どころか、クラスの皆とも関わろうとしなかった。授業中は常に寝ていて、休憩中も無表情のまま誰にも話しかけない。完全に近づくなオーラを放っていた。放課後になっても、陽子はずっと眠っていて、皆が帰ろうとしても起きる気配がない。さすがにこのまま一人で寝かせておくのは良くないと思った俺は、恐る恐る陽子の肩を揺らしてみた。すると陽子は目を覚まし、眠たそうな表情で周りを見渡す。ん？もう放課後か。そういう陽子は、どこか寂しそうに見えた。つうか、君は何してるの？友達いないの？突然陽子からそんなことを言われ、俺はビクッとした。ああ、僕は人と付き合うのが苦手で。
すると陽子は俺の頬の傷を見た。ん？なんだその傷。ダサすぎ。だから友達もできないんだ。え、まあ、そうかもしれないね。自分でもそう思ってるなら隠せばいいのに。っていうかそれ、何でできた傷？これまで何百回もされてきた質問に、俺はうんざりしていたが、一応答えることにした。この傷は、それは俺が当時7歳の頃、同い年ぐらいの女の子を助けた時にできた傷だった。俺が友達と公園で遊んでいると、少し離れたところに一人の少女が遊んでいた。確かボールで遊んでいた気がする。あの子、一人で寂しくないのかな？そう思った俺は、その少女と一緒に遊ぶために声をかけようとした。するとその瞬間、ボールが勢いよく公園の外に飛び出してしまった。少女は慌ててボールを追いかけたのだが、横から車が走ってきていた。少女はボールを追うのに必死になっていて、車の存在に全く気がついていない。俺が気づいた時には、その子を助けるために道路を飛び出していた。なんとかその少女は無傷で済んだのだが、俺はガードレールに顔面から突っ込んでしまった。その後のことはよく覚えていないのだが、後に聞いた話では、顔面血だらけの俺と、隣で泣いている女の子に気づいた車の運転手さんが、すぐに救急車を呼んでくれたらしい。病院に搬送された俺は、命に別状はなかったものの、左頬に何針も縫う怪我を負ってしまい、それが今でもはっきりと残っているのだ。俺は当時のことを陽子に話した。そういえば、あの時の女の子って何してるんだろう。きっと俺と同じくらいの年齢だと思ったんだけどな。そして俺の話を聞いた陽子は、目を丸くして驚いていた。ん？どうかしたの？嘘だろ。その女の子って私のことだ。え？どういうこと？俺は驚きのあまり、つい大きい声が出てしまった。確かによく見たら似てるかも。間違いない、はじめだ。あの時、私を助けてくれたのははじめだったんだ。全然気がつかなかった。ごめん。あの時は助けてくれてありがとう。ううん、それはいいんだけど、それにしてもすごい偶然だね。俺はこんな形で、あの時の少女に再会できるなんて、思ってもいなかった。固まっている俺に、陽子は手を差し出した。私ね、助けてくれた男の子にずっとお礼がしたいと思ってたんだ。本当にありがとう。だからこれからは、私に恩返しをさせてほしいんだ。うん、ありがとう。俺は困惑したまま、陽子と握手を交わした。すると翌日から、陽子と俺の距離は急接近した。俺がどこに行っても陽子がついてくるのだ。そんな異様な光景に、さらに誰も寄りつかなくなってしまった。そんなある日のこと、クラスの不良男子の学ぶが俺に話しかけてきた。お前、やっぱやべえやつなんだな。
陽子さんを引き連れちゃってさ。え？俺が回答に困っていると、陽子は学ぶを睨みつけた。うるせえな。あっち行けよ。陽子の勢いに圧倒され、学ぶはその場を去っていった。助けてくれてありがとう。でも僕のことはそんなに気にしなくていいよ。あの時だって恩返しをされたくて君を助けたわけじゃないし。それに僕と関わると陽子さんにも迷惑をかけてしまうかもしれない。俺がそう言うと陽子は首を横に振った。迷惑なんて思わないよ。私は本当に初めに感謝してるし、やっと命の恩人に出会えたんだから、もっと初めのことを知りたいんだ。初めが嫌じゃないなら、これからも一緒にいさせてくれ。恥ずかしそうに話す陽子に、俺はこんなに感謝されているんだと、今更になって嬉しくなった。それからの俺は、自分からも陽子に話しかけるようになった。最近見たテレビ番組の話や、学校近くのお店の話など、たわいもない話ばかりだったけど、それによって俺と陽子は徐々に仲良くなっていった。しばらくすると俺たちは昼食も一緒に食べるようになった。はじめさ、いつも学食のパンを食べてるけど飽きないの？ある日の昼休み、陽子が突然聞いてきた。まあ正直飽きてるけどね。でもお母さんは朝忙しいし、僕は料理ができないから仕方なくこれを食べてるって感じ。そっか。じゃあ明日から私がお弁当作ってきてあげる。え？嘘？本当？うん、いいよ。私こう見えて料理作るの好きだからさ。食べたらびっくりするかも。ありがとう。なんだか楽しみになってきた。俺は陽子の作るお弁当が楽しみで、その日は一日中ワクワクしていた。そして翌日、陽子は本当に俺のためにお弁当を作ってきてくれたのだ。しかも彼女の作るお弁当はとても見栄えが良く、どのおかずも美味しそうだった。さあどうぞ、食べてみて。うん、いただきます。実際に食べてみると、陽子のお弁当は本当に美味しくて、俺は思わず感動してしまった。そしてそのまま箸が止まらず、俺は一瞬にしてお弁当を完食した。陽子さん、本当に美味しかった。ありがとう。はじめがそんなに喜んでくれて嬉しいな。そう言って笑みを浮かべる陽子は、普段と少し違う気がした。その可愛い笑顔に、俺は思わずドキドキしてしまう。陽子って、最初は怖いと思っていたけど、話してみるといい人だし、こんな笑顔もできるんだ。もっと陽子のことを知りたいな。その日から、俺たちの距離はさらに近づき、放課後も一緒に帰るようになった。そんなある日の放課後、この日も俺と陽子は一緒に帰っていると、電柱の近くで2匹の猫が寄り添っているのを見つけた。どうやら1匹は赤ちゃんのようで、母猫が赤ちゃんを温めているように見えた。なんか2匹とも痩せ細ってるね。今にも倒れそうだよ。
確かに、このままじゃまずいかもね。助けてあげようか。僕、餌買ってくるよ。俺はそう言って、近くのコンビニで、水と猫の餌を買ってきた。やはり2匹はお腹が空いていたようで、一生懸命に餌を食べていた。ご飯食べれてよかったね。陽子はそう言って、猫の頭を優しく撫でた。確か、親の知り合いで猫を保護している人がいた気がする。僕、ちょっと聞いてみるね。俺はその場で携帯を取り出し、親に連絡をした。結局、親の知り合いに猫を保護してもらえるようになり、俺たちはほっと胸をなで下ろした。やっぱり初めってヒーローみたいだね。え？ヒーロー？困っている奴がいたら放っておけないんでしょ？ああ、ヒーローみたいに大したことはしてないけど、確かにそうかもしれないね。本当に優しい人なんだ。ちょっとやめてよ。恥ずかしいじゃん。明日は学校休みだけどさ、はじめは何してるの？基本予定なんてないから、家でゴロゴロしてると思うよ。じゃあ、一緒に遊びに行かない？え？僕と二人で？いいけど。近所に遊園地があるでしょ？あそこのジェットコースターが最近リニューアルしたらしいんだ。ずっと行きたかったんだけど、一緒に行く人もいなかったし。だから、はじめと一緒に行きたいな。ちょっと待てよ。これはひょっとして、デートの誘い、なのか？いいよ。じゃあ、明日は遊園地に行こう。俺は、陽子の言葉にドキッとしながらも、冷静さを保ち、返事をした。その翌日、俺たちは開園時間と同時に遊園地に到着し、たくさんのアトラクションを見て、陽子は興奮していた。やっぱ、最初はあれに乗ろうよ。陽子が指さしていたのは、例のジェットコースターだった。え？いきなり絶叫マシンに乗るの？とりあえず優しい乗り物で体が慣れてから。え、はじめもしかしてビビってる？絶対すぐに混むからさっさと乗った方がいいよ。陽子はそう言って俺の手を引っ張った。突然陽子に手をつながれた俺は心臓がドキドキした。なんだこの感覚。これはもしかして。いや、ジェットコースターに怯えてドキドキしているだけか。開園したばかりなのに、そのジェットコースターは人気のようで、すでに行列ができていた。俺と陽子は並んで待っていると。俺は今からこんな怖い乗り物に乗るのか。乗り場に近づくほど、恐怖心が湧き出てくる。高いところが苦手な俺は体が震えていたらしい。はじめ、なんか震えてない？怖いならやめてもいいんだよ。優しく聞いてくれた陽子に、俺は首を横に振った。怖くなんかないよ。そんなに強がっちゃって。陽子は微笑むと、再び俺の手を握った。陽子？で、握っててあげるから。そしたらちょっとは気分が落ち着くでしょ？確かに、さっきまで感じていた恐怖心は収まった気がしたが、
別のドキドキが俺の頭の中を支配していた。その後、なんとかジェットコースターに乗ることができ、俺はフラフラな状態でお化け屋敷に向かった。すると今度は、陽子の体が震えているのに俺は気がついた。あれ？ひょっとして陽子さんはお化けが怖いの？怖いわけないでしょ。平気よ。強がるなって。はい。俺はそう言って陽子の手を握った。はじめ？こうしたら気分が落ち着くんでしょ。その俺の言葉に陽子は顔を真っ赤にしていた。そして俺たちはお化け屋敷に入ると、陽子は怖さのあまり俺に抱きついてきた。陽子って不良の割に怖がりなんだな。なんか可愛いな。その後も俺たちはメリーゴーランドやゴーカートなどいろいろなアトラクションに乗って思う存分遊園地を楽しんだ。そして最後には一緒に観覧車に乗ることにした。うわぁ、いい景色。ねえ見て、建物も人もすごく小さい。本当だ。あっちに俺たちの学校も見えるよ。俺は観覧車に乗りながら幸せを感じていた。楽しい時間はあっという間に過ぎていき、俺たちは歩いて帰ることにした。楽しかった。実はね、こうやって誰かと遊ぶのって初めてなんだ。え？そうなの？意外だな。私って周りから避けられてるから。そして陽子はあの時の事故の後のことを俺に話してくれた。あの事故の後ね、私はすぐに引っ越すことになったの。だから初めには会えなくなっちゃったんだけど、初めが病院に運ばれたことは知ってたから、その後どうなったのかずっと気になってたんだ。なんか自分だけが楽しく過ごすなんてできなくて。陽子の言葉に俺は驚いた。陽子さんはそんなことを考えて生活してたんだね。でもそれって辛くない？陽子は黙ってうなずき話を続けた。正直辛かったかも。笑顔が作れなくなったのもその頃からだし、そのせいで周りとも距離もできちゃったし、生意気だって言って不良にも絡まれるようになってさ、喧嘩ばっかりしてるうちにこんな風にぐれちゃった。そう話す陽子は寂しそうな表情を浮かべていた。本当は周りとも仲良くしたい。でもどこか警戒しちゃうっていうか。陽子さん、転校してきた日もひょっとしたら同じ学校に私を助けてくれたヒーローがいるかもってちょっとだけ期待してたの。そうしたら夜に眠れなくなっちゃって、学校にいる間ずっと寝ちゃってた。そうだったんだ。あれ？でもさ、あの日って朝僕と目が合わなかった？その時には気がつかなかったの？ごめん、その時はわからなかった。私を助けてくれたヒーローと、一人で寂しそうにしていたはじめが重ならなくて。ひどいな。俺は苦笑しながらそう言った。でもさ、考えてみれば、はじめが避けられてるのはその傷のせいでしょ？ってことはつまり、私のせいなんだよ。
だからやっぱり私に責任を取らせてほしいな。私にできることなら何でもする。本当にごめんね。そう言って陽子は俺に深く頭を下げた。しかし俺は全く逆のことを考えていた。俺は気づかないうちに陽子に気を使わせていたんだ。陽子と一緒にいる時間は楽しいし幸せだけど、このままだとまた迷惑をかけちゃうのかもな。それじゃあ助けた意味もないよな。俺は陽子のやりたいように生きてほしかった。陽子さん、今日は誘ってくれてありがとう。すごい楽しかった。でもさ、明日からはもう僕のことを気にしなくてもいいよ。やっぱり俺は一人の方が落ち着くっていうか。俺は無理やり笑顔を作り、陽子にそう言った。しかし陽子は当然悲しそうな表情をしている。え？なんで？彼女がそう尋ねてきても、俺は何も言わなかった。その後も帰り道は気まずい雰囲気が流れ、陽子は時々何か言いたそうに俺の方を見るが、俺はそれを分かっていて無視してしまった。さっきまであんなに楽しかった遊園地の時間が嘘のようで、寂しさだけが俺たち二人を包んでいた。でも俺はこれでいいと自分に言い聞かせていた。これで陽子が俺から解放されるならそれでいい。それからは学校でも陽子と一緒に行動することをやめた。一緒に登下校をするのもやめたし、校内の移動も一人でした。教室で陽子に話しかけられても、わざと彼女を避けるようにしてしまった。昼休みも陽子と一緒に過ごすのをやめて、庭のベンチで一人で食べるようになった。そうするたびに陽子は寂しそうな表情で俺を見てくる。俺は締め付けられるように心が痛かったが、気がつかないふりをした。そんな日々がしばらく続くと、クラスにはある変化が見られた。それは陽子の周りに人が集まるようになったのだ。最近陽子が不良に絡まれていたクラスメートを助けたらしく、彼女の誤解が解けたようだ。少しずつ陽子はクラスメートと話すようになり、俺はその様子を自分の席からこっそり見ていた。俺以外にも友達ができたんだな。よかった。これで陽子さんはもう大丈夫だ。そう思っている俺の心はとても痛かった。その時、不意に陽子が俺の方を見てきたので、俺はとっさに視線をそらした。顔を下に向けると、涙が落ちてしまいそうだった。陽子と離れるのがこんなに辛いとは思わなかった。それだけ俺にとって、陽子は特別な存在だったんだ。離れてからそんな大切なことに気がつくなんて、俺ってやっぱりダサいな。俺は教室の片隅で一人でうつむいていた。そんなある日の放課後、俺は教室に忘れ物を取りに戻ると、教室の中から陽子の声が聞こえてきて、思わず足を止めた。陽子ちゃんっていつもお弁当作ってるって言ってたよね。うん、そうだけど。すごいな。もしよかったら今度作り方教えてよ。私
彼氏にお弁当を作ってあげたいんだけど、料理できなくてさ。わかった。いいよ。私の家で教えてあげる。本当？ありがとう。陽子に親しい友達ができたようで、俺は寂しさを感じながらも安心した。忘れ物は諦めて、教室から立ち去ろうとすると。そういえば最近、はじめくんと一緒にいないね。はじめくんって怖い人って噂があったから、陽子ちゃんのことを心配してたんだよ。その言葉を聞いた陽子は、表情が険しくなった。違う。はじめはそんな奴じゃない。え？突然どうしたの？はじめは私を守ってくれたんだ。そのせいであんな怪我を負ってしまって。はじめはずっと誤解されて生きてるんだよ。大声で叫ぶ陽子に、友達は固まり、俺もその場に立ちすくんだ。熱くなっている陽子はさらに続けた。はじめは困ってる人を放っておけないんだ。だから相手が誰でも助けようとする。自分のことよりも相手のことを優先しちゃう優しい奴なんだよ。陽子は今にも泣きそうな表情で必死に話していた。いつの間にかそんなはじめのことを好きになってた。だからこれからもはじめの近くにいたいと思ってる。みんなにも本当のはじめを知ってほしいんだ。そうだったんだね。何も知らないのにひどいこと言ってごめんね。謝るなら私じゃなくてはじめにね。陽子たちは仲直りする一方で、俺は胸の高鳴りが止まらなかった。今、陽子は俺のことを好きって言ったよな。俺はあんなに一方的に避けてたのに。俺は動揺のあまり、思わず目の前の扉を開けてしまった。はじめ、どうしてここに？顔を真っ赤にする陽子を見て、俺の顔も真っ赤になっていたと思う。はじめくん、私ずっとあなたのこと誤解してて、ごめんなさい。ううん、大丈夫だよ。気にしないで。ありがとう。じゃあ、また明日ね。そう言って、陽子の友達は帰って行ってしまった。俺は机の引き出しから忘れ物の教科書を取り出し、カバンに入れた。陽子さん、俺たちも帰ろうか。うん。こうして俺たちは久しぶりに一緒に帰ることにしたのだが、しばらくの間、二人とも無言の状態だった。そして、交差点に差し掛かったところで、陽子が口を開いた。さっきの話、聞いてたんでしょ？陽子はうつむきながら俺に尋ねてきた。俺が陽子の方を見ると、彼女も顔を上げ、俺の方を見た。改めて言うけど、私は初めのことが好き。ありがとう。僕も陽子さんが好きだよ。はじめ。俺は陽子の手を握り歩き出した。正直、最初は陽子のことが怖いと思ってた。近寄りにくかったし、何を考えているかわからなかったし。私も気を張ってたから、ごめんね。でもさ、怖いって勝手に勘違いしてた俺がいけなかったんだ。それって僕の傷を見て、僕が怖い人だって思ってるクラスメートと
やってること同じでしょ。はじめは悪くないよ。僕は陽子さんのそういう優しさを知って、一緒にいるうちに毎日が楽しくなってた。陽子さんの明るい笑顔を見ていて、ずっと一緒にいたいと思うようになったんだ。ありがとう。私も同じ気持ちだよ。でも、僕が傷のせいで、陽子さんを縛っちゃいけないって思ったんだ。だから距離を取ることにしたんだ。そうだったんだ。だから私はずっと避けられてたんだね。ごめん。でも、陽子さんと離れてみて、陽子さんの大切さが分かったんだ。勝手なことを言ってるのは分かってるんだけど、これからはずっと陽子さんの近くにいたいと思ってる。だから、僕のそばにいてください。もちろんだよ。これからもずっとよろしくね。こうして、俺たちの交際は始まった。その後、陽子のおかげもあって、俺は少しずつクラスに馴染むようになった。そして、卒業まであっという間に時間が流れ、社会人になってからも順調に交際期間を経て、俺は陽子にプロポーズをした。そして明日は、ついに俺たちの結婚式。久しぶりに高校の友人に会えるのが楽しみで仕方がない。学生時代はこの傷のせいで俺は孤独なんだと思っていたが、今では陽子を助けた証だと誇りに思っている。俺はこれからもこの傷に誇りを持って陽子のことを幸せにしてみせるのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。